どうも、漁師正人です。さて、今回なんですけれども、今私は、同じですね、瀬戸内海なんですけれども、兵庫県の姫路市のですね、とある港に来てます。で、ちょっとですね、ここなんか廃墟感といいますか、不気味な感じもするような、一風変わった港という印象なんですけれども、少し前に世間を賑わした中国産のアサリをですね、ここで飼育しているですね、親子がいるみたいなんです。とある筋からですね、その親子とアポ取ることができまして、今からですね、その産地偽装をしたアサリを皆さんと一緒にですね、確認したいと思います。本当になんか不思議な風景の、本当に、ちっちゃい、港と言いますかね、そんな感じなんですけれども、その親子とね、ここで待ち合わせをしております。産地偽装ということですから、悪徳業者ということですよね。で、こちらはカナオさんですね。カナオくんとその親父さんですね。なんか、アポを取らせていただいたんですけれども、どうやら産地偽装のアサリですね、世間を賑わせた、それがここにあると聞いたんですけれども、これですか？そうなんですよ。これがね、実は中国産やったっていうアサリです。中国産を仕入れたら実は中国産やったと。じゃあこれはもともと中国から来たんだけれども、それこれは一回熊本に行ったんですか？そうです。で、熊本から仕入れたと。そうです。これを中国産やと思って仕入れたんですか？熊本産として仕入れた。あ、そうなんですか。はい。ということは騙されたということですか？騙されました。はっきり言って騙されました。あ、そういうことなんですか。はい。2月にニュースになって、ちょうどこれがちょうどいい時期に上げたら急にそのニュースが流れてきて、あ、これから売るぞっていう時に。そうです。これは実は産地偽装のアサリやったというニュースが流れて。そうなんですよ。それはその仕入れた業者から、ごめんなさい、これ実は産地偽装でしたっていう連絡が来たわけではないんですか？じゃなくてニュース、ニュースでしたんですか？はい。僕は、ね、その時まだ国産やと思って信じてたんで。ニュースを聞いてもまだこれは国産やと。はい、はい、あの育成期間証明書っていうのがあったんで、はい、その育成期間証明書っていうのを信じきってたんで、ごめんなさい、まず大事前提として、はい、中国でこの違いっていうんでしょうか、はい、違いを、それは天然からですかね、中国の人。正直分かりません。分からない、はい。中国産のアサリが、熊本の業者が買うんですよね、おそらく闇の業者さん。闇の業者が買って、はい、熊本でこれが実際何ヶ月飼育されたも分からない。全く分からない。全く分からない、はい。で、育成期間証明書もデタラメ。その証明書には中国産とは一応書いてるんですか？書いてるんです。書いてるんだ、はい。ただ中国よりは熊本産の方が期間が長いから、はい、それは熊本さん、これは熊本産として、それは OK なんですよね。それは OK なんです。ただその証明書に書いてある数ヶ月っていうのがデタラメ。で、はい、そこの書いてある住所を Google マップで調べると、はい、ハイツが出てきたんですよ。マンション名みたいな、はい、が出てきて、はい、あ、これ業者じゃないなということで、そこに直接電話したんです。ほんなら全然おっさんが出て、はい、あの育成期間証明書あれってどうなんって聞いたんですよ、はい、ほんなら、はい、え、あれ出たらねえ、え、マジっすか。あ、おちゃんはなんなんって言うたら、使えますかこれ。使います。使います。はい、分かりました。おっしゃ、なんなんって言ったら、はい、わし、あの中間業者やと。はいはい。で、育成期間の証明書出せ言われたら出しただけやと。で、デタラメや言うて。デタラメや。一応ね、その人も被害者になるんですよ。その人も中間業者なんで。そうなんですか。で、仕入れ業者が上にもう一つおるんですけど。それは、その仕入れ業者っていうのは中国から直で熊本に買った仕入れ業者ってことですか？そのね、間に。もう一つ上におるらしくて。なるほど、はい、でその間のその中間のところが12月に倒産してるんです、はい、だからこれ全くわからない。これテレビでも報道されてないですよね。されてない。されてないですよね。ないです。編集どうなるかわかんないですけど、僕はありのまま出したらいいとは思うんで、もしこれね、あの数ヶ月後に僕の命がなくなってたらね、この3人の命がなくなってたらね、そういうことやと思ってください。すごい闇があると。闇が深すぎます。ダミー会社とかあったり。そうです。ってことですよね。これやばいな。ちょっと
いや、ぶつかります。はい。多分おそらくペーパーカンパニーがあったと思います。ということですよね。はい、でも必ずそうです。そういうことですよね。はい。で、この報道がされるっていうのが多分分かってたと思うんです。あ、いつかバレるってこと？いつかもうそれがバレるっていうのが分かって、うん、で、その会社を潰した。はあはあ、なら証拠隠滅できるんで。ああ、なるほどなるほど。はい。ということは、まあ、つまるところ、この二人は、悪者ではないということ。どちらかというと、でも被害者ですね。ごめんなさい、この港からしてちょっと悪者感出ちゃってますけれども。この港ちょっと廃墟感ですよ。これ港ですよね。そうですよ、港ですよ。これ港ですよ。僕たちの歴としては港ですよ。で、普段はどういう漁をされてるんですか？普段はもう刺し網、あと刺し網カゴ、はい、をメインに。あと今彼はね、素潜りしてます。あ、素潜り、はい、で何を取るんですか？ナマコ取ってます。あ、ナマコ、はい、素潜りでナマコ。で、刺し網はどんなの取るんですか？ナマコ取ってます。あ、ナマコなんですか、はい、やっぱ冬はナマコなんですね、はい、ナマコ儲かりますか？ナマコは儲かります。アサリは儲かりますか？アサリは儲かりません。アサリ儲からない、はい、まあ、騙されたということもあって。騙されて無料配布して失敗したんです。本来は売るつもりなんですよね。そうです、そうです、売るつもりで、そういう刺し網とか、はい、素潜りとかしながら、はい、まあ、僕が聞いた情報ではゆくゆくこういうね、アサリを養殖してこういう商売を始めようと考えとったところ、はい、まさかこれが本当は中国産の食品偽装だったと。そうです。で、ちなみになんです、あ、産地偽装ですね、はい、でちなみになんですけど、これって売ることできるんですか？あ、一応売ることができます。あ、できるんですか、はい、へえ。中国産として売ることができます。はあ、はあ、え、国産では、あ、証明書がないから、あの蓄養期間がもうわからない、もともとの。じゃあもしこれを例えば3年生かしたとしても、もう中国で3年1ヶ月かもしれないから。そうです、売ることができない。売ることができない、うん、まあ、売ることはできるんですけど、中国産としては売れ、中国産として売る、では売れます、はい、ちなみに中国産として売れたりするんですかね？売れます。実際、あ、売れるんですか？売れます。もう全て個人売買で。あ、そうなんです。やってるんで、あの僕の、まあ、これはカナオアサリとして売ってます。あ、カナオブランド化して、はい、はあはあ。で、話は元に戻りますけれども、普段から、刺し網ですねという漁法で漁されとんで、またこの後ちょっと行けますかね。その後行きましょう。刺し網ちょっと行けるんで、はい、まあ、そのね、漁の様子もご覧いただけたらと思います。ということで、もうちょっとね、アサリについて詳しく知りたいんですけど、はい、これね、はい、これ生で食べれるんですけど、食べたことありますかね？生で食べるんですか？生で食べる。これね、なんか身大きくないですか？めちゃくちゃ大きい、パンパン、ね、身パンパンなんですよ。だから簡単に割れるんですよ、殻が。身がパンパンだったら殻が簡単に割れるんですか？はい、もう中からブーッと押し寄せて身が薄くなるんですよ。これはお世辞抜きでパンパン。ただこの味っすよ、味。あ、甘い。甘いでしょ。甘い。甘いでしょ。甘い。まあ、ホタテの貝柱みたいな感じするんですけど。あー、イメージ近いですね。ですよね。いや、普通にうまいです、これ。多分好きな人めっちゃ好きだと思う。あの、でもちびっこは真似しないよ。やっぱこれ何が当たるんですか？え、何が当たるとかあるんですか？ドロウイルスになります。本当に？はい。食品衛生上はそうなってるんじゃないですか、もしかしたら。加熱しないとダメですね。はい。先に上。これは中国産のアサリ、そして純国産のアサリがあるということで。そうです。じゃあちょっと上げてきてもらえますか？ごめんなさい。え、でかくないですか？1年半でね、こんだけでかくなるんで。アサリじゃないみたいですね、これ。めっちゃでかいですよ、皆さん。これ見てもらったら分かります。はい、これもう蓋が閉まらないです。見てよ、あ、身が大きくなりすぎて。そうです。ね、こいつなんで閉まらんのやろと思った。なんか振動かなと思って。違います。そうなんですか？中に身が詰まりすぎて、もう閉まりきらないんですよ。でかっ。アサリは一旦置いといて、これから、漁に行くそうなので、カラオ君、これからどれぐらい？15分ぐらいで、はい、着くそうなので。で、今日の船は30フィートぐらいですかね。30フィート。あ、ちょうど的確やね、僕。すごい。で、たまたまです。に、スズキの100馬力の船外機ですね。前にもですね、まあ、操縦席といいますか、簡単に言うと操縦席ですね、があります。めっちゃ便利な船ですね。やっぱ表にあるのいいですね。そうです。もう僕らはこれがないと仕事にならないんです。ですよね、はい、で、ここにローラーがあってね。そうです。これ電気ローラー。これ電気ローラー。電気ローラー。で、こっちがネットで、ほんまはこれだけなんですけど、はい、改造して、はい、こっちで、あの、いいっすね。はい。カゴ。カゴを上げれるように。めっちゃいいっすね。これで、だから、一つで二役。はあ、はあ、はい。ちょっとですね、皆さんマニアックな情報なんですけれども、縦網はね、こっちのね、ローラーで回収します。
で、こっちにね、細い、改造されたとおっしゃってましたけれども、この細い溝で、まあ、タコカゴなんかを送る、まあ、細いロープですね。ロープを送るときに、この溝にそのロープを入れて、まあ、漁具を回収するということですね。こういうですね、トンネルをくぐるのはね、私あんまりないんですけど、まあ、トンネルというのは橋脚ですね。そうだね。これ油が通ってるんですかね。これね、水管橋。水管だ。うん、こっちが新日鉄なんですよ。あ、新日鉄、大きい。はい。新日鉄っていう、まあ、はい、工場ですかね。工場ですね。製鉄所か。製鉄所。製鉄所。はい。製鉄所に送る。うわ、気持ち悪っ。これいいっすね、ここ、なんか。いや、これが辛いんですよ。辛い。帰り時間も、夜、僕ら夜はメインで仕事やってるんで、はいはい、寒くて。もしかして、まあ、水温は海より川の方が冷たいじゃないですか。そうやね。この風ももしかして川の方が冷たいじゃないですか。そうなんです。ね、今気づきました。こっち入った瞬間に、はいはい、もう寒くて。ですよね。はい。おられへん。そう、多分水が冷たい分ね、風も冷たいんですよね。だから、沖出てしまう方がまだぬくいですね。この川を出るのに10分ぐらい ?5 分ぐらい?5分か、6分。それぐらいでいけるかな。はい。はい、ということで、またお送りしたいと思います。大阪ガス、あのタンクがバーッて、大阪ガスで、あれが関西電力です。全く自然がない。自然ないですね。全くない。さあ、船を走らせて15分ぐらいね、経ったと思います。本当に辺りはですね、まあ、人工物といいますか、テトラポットばっかりです。わかんない。やっぱ、あ、来た来た。でこでかいでしょ。あ、測り持ってくるわけだ。でこ、あ、落ちた、落ちた、落ちた。いや、生子落ちていったよ。落ちた、落ちた。お父さん、リバウンドしてください。あかんな。やっぱりちょっと夜に動くから、どれやんな。なんで夜の方がかかりがいいんですか。生子、夜行性だって。はいはい。じゃあ夜行性で夜にかかっても、明るくなったら落ちて、抜けていくってことですか。明るくなったら抜けていくってことですか。いやいや、動かへんので、差し網なんで。あー、マウザー、マウザー、2番の弾あるんすか。いやいや、まあ、ええと、いや、このですね、柄のない弾ですくえるかどうかちょっとやってみて。これやばい、これやばい、来ました、来ました。あ、でかっ、来ましたよ。これ1キロ近いんじゃないですか。これですよ。これ1個1000円、1000円ぐらいするかもしれない。でかっ。これめっちゃ重たいね。ちなみにこれカメラ回ってない時でも、はい、こうやって親子でやってますよ。キャッキャしながらやってるんですか、はい、アームカール。それもするんですか。やります。やばいな。やばい親子を撮影しに来たな。で、息子は無視なんですね。でかい。はい、来ました。なんかうちの方の漁場のナマコとね、ちょっと違うような気がしますね。え、違います。あのね、この角がね、立ってます。あ、これでかい。そうそう、これね、ここだけなんですよ。あ、そうなんですか。普通角立ってないんですよ。え、ここだけっていうのが、この場所ってこと。この場所だけ。本当に来ました。あ、めっちゃ落ちてますよ。え、おい、リバウンド。いや、これ絵が、リバウンド。いや、絵がないんですよ、これ角でかいでしょ。ね、え、本当に、本当にこの場所だけですか。この場所の生子は何でか知らんけど、はい、角があるんですよ。なんでなんですかね。わからない。でも角がある方が高級ですもんね。でも、そうそう、値段は一緒っていうね。まあまあ値段はね、値段は一緒っていう。ちょっと次落ちたらリバウンドしますね。あ、こうやってね、船が前進してるとここで救いやすいですね。あ、貝が来ましたね。西貝。でかい。たまに取れるんですか。たまにここは取れます。へえ、結構取れます、ね、場所によって違うんですね。結構取れます。へえ、でかいね、これ。でかいですね、それ。ね、うまそうやね。食べましょう。あ、入れ物なんだ。どんだけ西貝取るつもりなんですか。さあ、まあそんな冗談も言ってる間に、この緑の樽で30キロぐらい。そうだね、1回で30キロぐらい。30キロぐらい入りますね。はい、ということは、一瞬でもう大方10キロちょい入ってますね。取れてるかなと。10キロちょいということはもう1万円ってことですね。そうですね。ね、一瞬で。高額バイトだ。
高額バイトですね。この刺し網、まあ海底に立ってるわけですけど、高さ何メートルぐらいですか？これで 2.5 メーターぐらいですね。 2.5 メートル、はい、それをちょっと改良実はしてて、それは企業秘密なんです。あ、そうなんですか。はい、やっぱいろいろ工夫されるんですか？工夫されてナマコは取れるようにしてる。その代わり魚は全く取れないです。あ、なるほど。 今のところゼロでしょ。はいはい、確かに姫路は魚はいません。いや、ちょっとね、瀬戸内海のね、漁師は確かにもうやばい。おお、来た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 。あー、リバウンド、リバウンド、リバウンド。いけた。リバウンド取れましたよ。おー、やった。すげえ。わざわざ500円ゲッチュ。500円ゲッチュですか。おやさん、あ、勝ちですよ。300円やな。300円やな。よかった。何ぼかでも取れてる。結構いましたね。うん、その本当にこのね、角がね、めっちゃあるのがね、うわ、めっちゃでかいでしょ。北海道産でこういうのは見たことあるんですけど、この瀬戸内海でこんな角あるんですね。めっちゃでかいでしょ、ね、あのおっちゃん何とってるんですか？あのおっちゃんですか？あのおっちゃんです。あれ、わかめ、わかめとってるんですか？ちょっとおっちゃん失礼しますね。おっちゃんはね、わかめめっちゃ入るんですよ。 あ、そうなんですか。あ、おっちゃんに見られた。ちょっとおっちゃんと目が合ったので。まあ、わかめ、あ、わかめ撮ってるんや。肖像権大丈夫ですか？多分おっちゃん見ないでしょ、僕のチャンネル。ちょっとね、おっちゃん肖像権侵害で訴えられますね。大丈夫です。多分あっちはあっちで密漁なんで。大丈夫です。あれはあれでほんまあかんの。はい、うわ、ガシラ来た。ガシラ来ても、た魚が取れてしまった。あ、魚取れました。魚が取れること想定してなかった。ガシラ、カサゴですね。そうですね、カサゴです。この辺でガシラって言うんですね。え、言わないですか？うちは保護っす。保護、保護って言います。保護、愛媛県は。え、なんで保護？理由は分かんないですね。僕がつけたわけではないんで。ガシラってなんか分かるじゃないですか、頭でかい。あ、なるほど。ガシラ、はい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 、はい、あれ売れるんですか？売れますよ。へえ。10円ぐらいじゃないの？ですよね。はい。依然としてですね、ワカメのおいちゃんは取ってますね。あのビニール袋に入れてるんでしょうね。あれで1年分食べる。はい、ワカメね。頑張って取られてますね。先ほど、お、魚来ましたよ。え、マジ？魚来た。マジで？珍しいんですか？マジでびっくりした。数週間ぶりぐらいかな。魚は絶対取れない網に改良しましたって言ってましたけど。まさかの、まさかのカレーが。甘ガレーが来ました。正式名称なんかマコガレーかな。マコガレーですね。まさかのマサトさんが来て魚が取れるという奇跡が、はい、そうなんですよ。わかりました。神回やな、神回。はい、マコガレー。マコガレー。うまいっすよね。うまいんですよ。これから夏にかけて最高に多くなります。あ、これから美味しくなるんですか。はい、夏になるとこれキロ単価1万円ぐらいします。あー、しますね、はい、確かに。1日に多い時で20筋ぐらい。あ、そんなにあるんですか。はい、20筋もやったらどれぐらい取れるんですか。今ちょっと減ってきてるんで。はいはいはい、はい、まあ今はもう100キロ取れないぐらいですね。あー、ちなみに100キロ取れたら、10万円10万円いくかいかないか、ね、いくかいかないぐらい。で、よかったら10万円以上取れる。そうですね、魚が取れたら10万円くらいで。ほうほうほう、はい、ただ、4月いっぱいまでだけなので。うんうんうん、来た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 。おー、すごいすごい。こんなかかるんって姫路だけなんですかね。どうなんすかね。まだでもかからないですか。うちの方は、あの潜水量があるんで。ああ、そうかそうか。潜水の方が効率がいいんで。はい、そういうことっていうことだと思います。そういうことか。はい、おやすさん漁師される前までは、はい、普通の一般のサラリーマンされてたんですよ。そうです、一般のサラリーマンです。で、奥にいらっしゃる息子さん、かなおくんが20歳で、漁師歴が 1,2 年ということで。一応就職はしたんですよ。あ、そうなんや。はい、僕ちょっとパニック障害という病気で。はい、父親がですか。はい、はい、で、ちょっと調子が悪くなってるのを結構こうやって見てて。はいはい。で、高校の時に手伝い来てた時に見てて、それでちょっと僕はちょっと辛いっていうのを結構見てたんですね。なるほど。それで本人も、まあ、一回サラリーマンやってから、やっぱり親父の助けになるようにして、後継ぎっていうこ
いや、いい話ですね。若手のホープですよ。もう20代の漁師なんて本当に稀やと思いますよ。はい。多分金尾君がもう50歳60歳になったらもう誰も漁師いないっていうね。いや、そういうパターンも全然ありますから。取り放題。組合が存続するかもしれない。そうなんですよ。組合がね。来た、でかいの。これはでかい。40代50代のお子さんも垂れてる視聴者さんたくさんいらっしゃいますから。多分これ見て何か思うとこ、なーってね思いながら見てくださってる方はねめちゃくちゃいると思いますね。いや、いいですよ。で、我が子いつもアホみたいなからばかしてるんで。いや、それがいいんじゃないですかね。喧嘩とかされないですか？しないですね。ああ、いいっす。それはいいっすね。しないですね。どうでした？まあ、大量というか、まあ、ぼちぼち。まあ、まあ、今日はまあまあ、マシな方ですね、これ。思ったより。何キロ？40。40弱ぐらいあるかな。40キロ。ぐらいあるかなと思います。3万円から4万円。そうですね、3万から4万円。3万から4万円。はい。まあ、十分ですね。十分ですね。十分。たった30分。30分ほどで。ですね。はい。じゃあ僕にも300円いただけると。はい。ありがとうございます。はい、ご自宅にですね、招いてもらいまして。料理と言いましたけれども、まさかのですね、アサリをホットプレートで焼くだけです。はい、どうぞ。木村さん、カメラを持ってるんで。で、蒸します。これで。もうバターとか入れずに一切。一切入れずにこのままでも十分美味しいんで。じゃーん。おー、やっぱ開くんですね。開きます、ね。めっちゃうまそう。マジパンパン。身がね、もうとにかくパンパンで。食べてください。うまっ。うまいですね。いや、うまっ。これみんなビビりません？いや、結構みんなビビって、で、めちゃめちゃ注文くるんですよ。レモン作ってますね。え、そうでしょ？これ売れますよ。これめっちゃ酒飲みたい、なりません、うん、これちゃんと宣伝したらめっちゃ売れますよ、これ。そうでしょ？はい。キスインギってプランクトン多いんですか？多い。はい。二つ川あるしな。二つ川があるんですよ。ああ、そうなんだ。で、ちょうど二つ川がこう混ざるとこに。なるんで余計にいいんですよね。これちょっと舐めてました？舐めてました？中国産やから舐めてました？ちょっとほのかに中国の味がしますね。ですね、姫路の漁師金尾チャンネルさん、概要欄に貼ってあるんで、このお二方、奥さんはあんまり出られてないと思うんですけれども、姫路の漁の風景をいろいろ撮影なさってるんでね、ぜひ見てください。で、これね、まあそれこそ来年の2月ぐらいに多分チャンネルで発表されますよね。そうですね。ます、はい、はい。で、ネット販売もこぎつけてください。頑張って。なんとか頑張って。頑張って、はい。ちょっと勉強してみます。はい。ということで、はい、ぜひその金尾チャンネルもですね、皆さん、ご覧になっていただけたらと思います。はい。姫路から愛媛に帰ってきました。で、平おじさんにですね、魚送りたいんで、マダイとですね、このキジハタ、これに加えて、あと、産地偽装のアサリをお送りしたいと思うので、ぜひ概要欄から、変おじさんのね、チャンネルに飛んでいただいて、その美味しい料理を見ていただいたらと思います。では、また次の料理でお会いしましょう。バイバイ。